こんばんは、岡田斗司夫ゼミです。今日見てもらうのはですね、進撃の巨人のですね、解説動画です。それではここから動画スタートです。なぜ志願したのかっていうと、ここで回想シーンがあるんだよね。マルコお前なんか、これ仮装してるんだよね。みんなの死体仮装してんだけども、もうお前の死体がどれかわかんなくなっちゃったよ、というふうに言っていると。よいしょ。と言ってんだ。兵士なんかならなければ、お前らなんかに会わなければ次は誰の番だか考えずに済んだのにというふうなことで。で、お前は戦術の発達を放棄ましておとなしく巨人の餌になりたいのかというふうにエレンが言ってるのを思い出して、てめえに教えてもらえなくても分かってるよと。戦わなきゃいけないことくらい俺だって分かってると。みんなに卑怯と言われて憲兵に入りたいと言ってる俺だってそんなことぐらい分かってると。でも分かっていてもてめえみたいなバカにはなれないと。お前みたいなバカになれないと。誰しもお前みたいに、ってやって、強くなるんだっていうふうに言う。つまりエレンのことを散々バカだバカだバカだと言ってるのはお前みたいに俺たち強くないんだよというふうにずっと弱音を吐いてたんだっていうのを本人が認めてるのがこの。でそこでマルコが言ったのを死んだマルコが言ったのを思い出す。怒らずに聞いてほしいんだけどジャンは強い人ではないからエレンみたいに強い人じゃないから弱い人の気持ちがよく理解できると。なんだそりゃと。それでいて現状を正しく認識することに長けてると。今何をすべきか明確にわかるだろうと。つまり強い人間だったらやりたいこととかやるべきことをパンパン言うんだけど、弱い人間だからこそ周りが見えていて何をすべきか分かってしまうと。で、僕もそうだし大半の人間は弱いんだけども、それと同じ目線から放たれた指示ならどんなに困難でもみんなに届く。切実に届くと思うんだというふうに言われたと。これを思い出してすごいね、ジャンはショック受けるんだよね。なんかさ、弱いので、お前から出てきた言葉はみんなが受け取りやすい。つまり、強い人、ピクシブ司令みたいな人が、みんなに死んでくれというふうに言って、一瞬心が動くかもわかんないんだけども、そんなの偽物なんだよね。本当に必要なのは何かというと、みんなと同じ目線の弱い人間、ずるい人間、そういうふうな人間が出てきた言葉だったらみんなに届くと言われて、ジャンが決意するのは、お前ら、こんな話全然してないんだよ、ジャン、それまで。陛下は何にするのか決めたかって。俺は決めたぞと。俺は調査兵団に入るっていうふうに言うんだ。これね、ジャンがね、調査兵団に入る動機っていうのは、漫画をすっと読んでるとマルコの思いを叶えるためとか、もしくは勇気を振り絞ってというふうに読めちゃうんだけど違うんだよね。ジャンが考えてるのはどうやればみんなの勇気が出るかなんだ。自分には勇気がないのは分かってるて、でエレンみたいに強くないのが分かってると。でも必要なのは何かっていうと強くなることじゃないんだよ。強くなりたいと思って勇気を出すことだけが必要とされてると。だからこそ俺が勇気を出すっていうふうに言えばみんなの心の中で勇気が出るんじゃないかというところにかけて、わかんないんだよ。その賭け負けるかもしれないんだよ。ひょっとしたらジャンしか結局調査兵団に行かないかもわかんないんだけども、俺調査兵団に行くぞって言ったら、俺から出てきた言葉だったらみんなの心動くだろ、そうだろ、マルコって思いながらこいつ言ってんだよね。全然調査兵団に行きたくないし、なんだろうな、自分が言っても無駄死にすることは分かってんだ。でも自分が勇気を出すことによってマルコが言った通り俺の言葉がみんなを動かすんだったらみんなも調査兵団に行ってくれるんじゃないのかっていう望みをかけて出した言葉なんで、この辺りのねその心理的なやり取りがもう絶妙なんだよな。かっこいいよ。俺だから「進撃の巨人」でさ一番好きなキャラってジャンなんだよ。でこっから先のジャンはひたすらかっこいいから。